西立川駅です。天気は晴れました。入浴は9時半からです。木がいいですね。葉っぱがない冬景色です。西立川川口駐車場入り口です。外を回っています。昭島口ゲートです。まだ閉まってます。煙突です。昭島です。まだこんなに広いところがあるんですね。まだ9時前です。東の方向入りません。せっかく晴れてるのにね。ザンボリ川調整池、これですね。広いです。大雨の時に水を溜めるんでしょうか。ランニングしてる人が多いです。ここが開放エリアですかね。なぜかレールがあります。古墳のように見えますが丸いです。公園ですね。武蔵野公園です。築山広場、廃線モニュメント、またゲートがあります。橋がないですね。そして行き止まり、案内悪いです。4.8 キロとあるけども行けないことが分かりました。築山に戻って橋を通過。こちらは立川市。遊具があります。桜が咲きそうです。もうすぐ9時半です。玉川浄水口、9時半入園しました。公園内の橋です。今日はよく晴れています。クロッカスですね。自転車を禁止しているところあるんですね。上に行きましょう。風の道の星のピラミッド、あっちもピラミッドみたいですが、モニュメントこもったら太いビニールです。ふわふわします。中学生以下だから端っこだけ乗りました。上がってみましょう。太陽のピラミッド、木が素敵です。パワーを感じます。先ほどのピラミッド、最後の階段を上がります。太陽神です。遠くに山が見えます。花が咲いてますね。降りてみます。梅が満開です。救護室や森の家、売店です。
子どもの森や日本庭園の方向、くぼみ、クロッカスたくさん咲いてます。桜みたいですね。広いから悩みます。ポスありますね。木漏れ日の家、触れるんですね。低いけど山登り。葉っぱがないから建物見えます。木漏れ日の丘です。ここがピーク。松の木です。ここが一番高いですね。山をズーム。日本庭園の池が見えます。南の方です。草地が緑ですね。水をまいています。春を感じます。水、人工的に流してるんでしょうね。石道面白いですよ。泡ができてますね。空が青いです。アセビ、橋があります。そして日本庭園、入れるかな。梅が咲いています。川を渡ります。休憩所、水面が揺れてます。お茶がいただけるところです。竹林があります。中に盆栽が見えます。池の周り綺麗ですね。先ほどの東屋、ここは盆栽園です。カンヒザクラがあります。そしてこちらにはブッシュ館。これがブッシュ館。風流です。梅の盆栽、ソナレと書いてます。風が爽やか。赤いアセビかな。橋を歩きます。でも真ん中歩いています。亀に松が生えています。窓越しの景色、先ほどの亀、天井が立派です。さあ出ましょうか。日本庭園出て橋を渡ります。みんなの原っぱです。広いですね。あれが大木焼きかな。あっちが南西。ズーム。桜がいっぱいです。
原っぱ東花壇、これからですね。菜の花でしょう。少し咲いています。立川口に向かいましょう。位置が変わりました。みんなの原っぱ、子供たちが遊んでいます。水が流れるんですね。あったかい日です。自転車道を横断、何か大会をしてますね。走ってます。デジタルマラソンをしています。煙突が見えます。運動広場から南へ、バーベキューガーデンです。イチョウ橋を渡ります。水がないですね。振り返ればイチョウ並木、向こう側がもみじ橋、ゲートがあります。昭島口、東に向かいます。もみじ橋です。川に水が見えないけど、こちらの水路には水があります。先ほどの遊具の広場です。さつき橋を渡ったら西立川口です。水鳥の池です。ボートがあります。カモがいます。クリスマスローズ、風があります。11時半です。ゲートから出ましょう。出ました。すぐに西立川駅です。